ちゃこんにちは。と、ゆたこさん。はい。ヤクルトが、キャンプの臨時コーチに古田敦也さんを招待、まあ、ね、招きました。それはもう去年さ、はい、やっぱこう中村がね、うん、あれだけこう飛躍的に成長し、はい、で優勝も勝ち取ったという、うん、やっぱ古田の功績っていうのもすごく大きいと思うんだよね。やっぱ核をさしっかり作り上げたという意味では、はい、だからまあ古田だけの力じゃない。まあ高津監督がいろいろね、うん、試行錯誤でいろいろ使った部分もあると思うけども、はい、だけどまあ古田のね影響も大きかったということで、バリンジコーチ、まあこれはもういいことだよね。そうですね。ただわずかね、その短期間でいい臨時コーチがパカッとはまると、うん、やっぱり選手って育ったりチームが良くなるっていうことなんですね。まあそうだね。というわけで、まあ、何を教えていくかだから。はい。というわけでですね、豊さん、お前なんかこうかかってる状態だね。勝手に豊さんが思うこのチームにこの臨時コーチを呼んだらいいんじゃないか、はい、大予想です。豊さんがもう予想してくださいということで、はい、予想を立てていただきました、はい、ということで、はい、セ・リーグとパ・リーグを3チームずつセットにして、うん、2つの動画にしてお送りしていきましょう、はいはい、じゃあまずは、はい、まあ、ヤクルト古田さんも決まっているので、うん、まあそうだね、はいはい、じゃあ、去年の A チーム、 A チームというか A クラス、 A クラスいきましょう、はいはい、阪神、阪神、うん、阪神にはまず何が必要ですかね。やっぱね、佐藤だと思うんだよ。佐藤と、まあ、右だったら井上とか、うん、両輪の、まあ、大山もそうだけども、うん、まあ、大砲がある程度育ってほしいと、はい、例えば近本、中野、うん、それ前に打つ人だよね、うん、で糸原とかそういう選手っていうのはもう育ってきてるんだよ。やっぱ中軸を育てなきゃいけない、はい、それもある程度長打を持ってる人、そうですよね、を育てなきゃいけない。で佐藤だったり井上だったり大山だったり、はい、だからそういう意味では俺臨時コーチは、うん、ランディ・バース、バース選手、ランディ・バース、おお、もう三冠王。逆に私は見に行きたいです、バース。そうなの。やっぱあの理論というか考え方とかね、まあそういうのを注入してほしいし、佐藤っていうのは同じ左だしね、はい、そういう臨時コーチを呼んでもいいのかなっていうふうに思うよね。新しい感じですね、うん、その外国人の選手がその日本人の大砲を育てるっていうことで、ね、うん、まあ、例えば掛布さんでもいいんだよ、はい、ただ掛布さんと佐藤のタイプっていうのはまたちょっと違うんだよね、うん、やっぱバースみたいな感じなんだよね、へ、佐藤は、はい、だから、まあ、ランディ・バースだろう。じゃあバースさんに、佐藤選手と井上選手を預けましょう。それでもいいと。2選手を、ね、大山も預けてほしいな。このジャスタン選手を大山、大山はなんであんなに言われるのか俺って、大山大好きなんだよね。ずっと特に失敗した時のあの表情が好きなの。切ない感じで、切ない感じがそう出る、もうおいでって言いたくなるのよ。そこをね、なんとか今年度中に、いや今年は立派な4番に、はい、ね、4番争いに勝って、うん、成績を残してほしいですね。まあそういう一人だよね、はい、はい、じゃあ阪神はバースさん、はい、さ巨人です。巨人は松井秀喜だな、はい、何年か前もありましたね。まああったね、はい、ただやっぱあれだけのそのいろんなクラスがいて、うん、ジャイアンツの選手の中でやっぱまずは生え抜きじゃないと無理じゃないかっていうことと、巨人はそうです、ね、そう、それとやっぱ重きが必要だという、はい、他の人がないとは言わないよ、うん、でもだから巨人は特にそうかなっていうふうに思うと、はい、やっぱ松井秀喜がいろんな方面から、うん、プロとしての心得とか、はい、メジャーの話もそうだし、うん、自分が4番を打った時の話もそうだし、うん、その長嶋さんと上昇軍団を作ったっていうこともそうだし、はい、だからそういう話をしてほしいなっていう、はい、何を教えるとかじゃないんだよ、うん、やっぱジャイアンツの魂をそのまた教えてほしいなという、受け継ぐためにもってことですね。じゃあこの選手を松井さんに預けたいとかそういうことではないっていうこと、まあ、例えば秋広がいるんだったら秋広を預けたっていいし、あ、上にね、はい、まあ、右と左ではちょっと松井の打ち方っていうのは、まあ、左に対しては合うかもわからないけど右に対してはどうなのかなっていうところがね、はい、すごくあるし、うん、だから秋広がいるんだったら秋広を教えたりだとか、はい、まあ、そういうことはしてほしいなっていうふうには思うよね。そうですね、はい、そう、パ・リーグです、はいはい、パ・リーグはじゃあ B クラスのチームいきましょうか、はい、ソフトバンクは、はい、ソフトバンク、はい、金本、ちょっと待って、ちょっとぶっ飛びすぎてびっくりしました。なんでぶっ飛びすぎて、ソフトバンク金本さんですか。ソフトバンクは毎年なんで
悩んでる、まあ怪我人だ、怪我人だろ、はい、怪我しない男じゃない、まあ、鉄人ですけどだからそういう気持ちをやっぱね、みんな怪我したくないよ。まあそうですよね、うん、でやっぱり試合に出たいよ、はい、でも金本は骨折したって出たという、はい、だからそこら辺のどういうふうな工夫があったとか、あ、どういうふうなことをやってきたっていうのを、はい、やっぱ間近で聞くのと聞かないのとでは違う。そう、毎年怪我してるからみんな誰かが、そうです、ね、だからそれはもちろん各球団もしてるよ、はい、怪我はね、怪我には出してるけども、やっぱり一番こう如実に出てるのはソフトバンクじゃない、はい、ここ最近ね、うん、だからそういう意味では金本の話を聞くとか、それはいいですね。確かにそのケアだったりとか、ケア、怪我がありつつもじゃあその中でどういうパフォーマンスをするかとか、うん、そうそうそう、怪我しない体とか、うん、そうそうそう、だからまあ金本がね、はい、広島時代、はい、別所かなんかおったんだよね多分、うん、その時に変えてくれと、はい、そしたらお前そんなんでチャンスを棒に振るんだなって、あ、それだったらいいってファームに落とされてから思い直して、はい、あ、これはプロは絶対休めないんだという気持ちで臨んであの大記録が生まれたわけじゃない、はい、だからそういう話もね、俺はソフトバンクの選手っていうのは多分聞くと思う。それと左バッターに対してやっぱ教えてほしいよね、はい、例えばどんな選手をちょっと預け、まあ、例えば上林にしたってそうだしさ、うん、はい、三森とか、うん、まあ、いろんないい選手がいるんだよ左バッターの、はい、そういう左バッターを教えてほしいという、ね、まあ、それも兼ねて、はい、うん、金本、なんか金本なんかいいんじゃないかと思うよね。確かにいいですね、はい、私話題にはなりますね、かなり。そうそうそう。さあ日本ハムです、はい、日本ハムはこれからチームを作っていく上で、はい、ビッグボスがね、やっぱピッチャーもそうだし野手もそうだし、まだ全然物足りないところがあって、まあ、その中で一番しっかりしてほしいポジションはやっぱキャッチャーなんだよ、はい、里崎、はい、あ、この一緒のグループの、そうそう、まあ、YouTube も発信しながらだよ、休まれたら困るんだけど、でもそこにはビッグボスが隣にいるじゃない、面白いですねいや話題の、いや、だからあそこはやっぱキャッチャーが仕上がったらピッチャーが仕上がってくるという、はい、でピッチャーが仕上がってくると内野が仕上がってくる、うんうん、内野が仕上がると外野手が仕上がる、はあ、あとは打つか打たないか、あ、じゃあもうそのまず要になる、要になる人を育ててほしい、ということはやっぱ里崎さんも発信力もねありますし、まあ、発信バンバンしちゃう、まあ、YouTube でもするしそうそうそう、あとね、そのキャッチャーに対してのいろんなことをキャッチャーが教えてくれるってことですよね。そう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 、だからやっぱキャッチャーの臨時コーチが欲しいかなと思うね、日本ハムは、日本ハムはね、なるほど、はいはい、これね、さらにそれがね、ネットニュースかなんかで話題になれば、高木豊氏、日本ハムに里崎氏呼んだらいいんじゃないかみたいな、で、この再生回数は上がるってことですね、みんなが楽しいと思うんですよ。いやいや、上がってくれればいいけどさそれは分かんないよね、それは分かんないけど、はい、まあまあ、でも面白い、その、ね、日本ハムはそのぐらいやっぱこうチームの扇の要をしっかりさせると、まずはね、まずはそこですね、はいはい、さあ、西武です。西武は江川さん、これは多分、いや、これはね、飲んでますね、山本昌でもいいんだよ、山本昌でもいいし、はい、まあ、上原っていう選択肢もあるだろうし、お、まあ、上原忙しいから、あの3年も勝つとかもやんなきゃいけないし、なサンデーモーニングもやったらもう大儲けしてるから臨時コーチなんか多分上原行かないと思う、その時間がないと。そう、いや、でもじゃあ江川さんも忙しいですよ。江川さんは YouTube 始めたぐらいだから大丈夫ですまあでも、ね、いいですね、垣根を越えてというか。いや、江川さんなんでかっていうと、はい、やっぱりね、西武の投手陣が投手、うん、王国を作る素材、また経験値、はい、でまた隅田が入ったり、うん、佐藤が入ったりとかして出来上がりそうなんだよね、はい、だからその時にやっぱり大エースであった江川さんから教えを請うと、ピッチャー陣が、うん、うーん、だから割とねパワー系のピッチャーが多いわけよ西武は。あ、じゃあ江川さんいいんだよ、ぴったりですよね、うん、だから江川さんを臨時コーチに呼ぶと。おお、まあなんか巨人以外に行く江川さんっていうのも見てみたい気もしますけどね。そうだね、臨時コーチで、いや、いいと思うよ。お、面白いですね。いや、面白いと思う。だから、今6人挙げたけども、はい、まあ、垣根を越えていく人もいれば、はい、プルスに教えに行くっていう人もいるけども、はい、だけどもう本当にね、今の時代っていうのをさ、いいものを持ってる人はどんどん伝えていくという、そうですね、そういう作業が必要だよね、うん、そう、お金を云々とかじゃなくて、はい、ね、もう伝えていくという、そうですね、そういうことが一番大切かなというふうに思うよね、はい。じゃあ次回は残りの6チーム、はい、臨時コーチちょっと見ていきましょう。はい、はい。